こんにちは、宇治天然温泉源氏の湯です、これは当店特製、紅や海鮮チヂミになってますね、チヂミという韓国のピザのような量家庭料理に、海鮮の具材が入ったものになってます、中身はエビ、アサリ、イカなどですね、これの特徴は何かというとね、本当やっぱ食感やと思うんですね。味も本当にいいんですけど、こうチヂミっていうのはね、結構韓国では家庭料理でよく作られるんですけど、結構家でありがちなのが、家で作るとべちょべちょしちゃうんですよね。ただやっぱこのプロの人はそこが違うくて、こうもう見ていただけたら分かると思うんですけど、本当にサクサクに作ってるんですね。で、中はやっぱ小麦粉なんでもっちりしていて、本当に外はサク、中はもっちりという、もうプロならではの一品になってます。ぜひ韓国料理ね、ちょっと当店に来て食べたいという方はこのチヂミおすすめいたします。以上です。失礼いたします。